ちょっと座って。今緊急で動画回してるんですけど、ちょっとさ、え、なになになるさ、私に言ってないことあるでしょ。言ってないこと？うん。いや私さ、いや最近 YouTube 見てて、うん、はって思ったの。え、何を何を？なるってさ、え、家族なんだっけ？4人家族。お父さんお母さん、弟、私。はぁ、私分かってるからね。なるお姉ちゃんいるでしょ。うん、ちょっといないないない。お姉ちゃんいるでしょ。なる、しかもさ、お姉ちゃん YouTuber でしょ。いないいないいない。え、なんで言ってくれなかったの。え、いないいない。サミチです。サミナルナルナルです。ね、私もこれなんで教えてくれなかったのって、もう本当怒った。確かにイッチーとは10年の中だし。で、説明して、どういうこと。お姉ちゃんいるでしょ。運動してた、エクササイズしてた、お姉ちゃんでしょ。違う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 、なるねえって。え、なるねえってお姉ちゃんでしょ。え、知ってる、なるねえってさ、え、お姉ちゃんでしょ。姉さん、なる妹でしょ。なる妹、バレてた。ちゃんと説明しよう。実は私、福岡にお姉ちゃんがいます。ほらしかもお姉ちゃんには、うん、私たちが兄弟ってことを、うん、言っていい許可出てないの。YouTube 活動2人ともやってるとか、うんうん、やっぱね、あの兄弟って分かっちゃうと支障が、あ、お互いの仕事に許可取ってないの。あ、許可取ってないの。兄弟って言っていいってこう許可取ってないから、うん、ちょっとこの動画を出すかちょっと悩んでるんですけど、うん、なんかややこしくなってきたよね。兄弟じゃないです。皆さんご存知ですか、なるねえっていう、はい、ポジティブなダイエッター YouTuber。 これはなるのお姉ちゃんなんじゃないかと私は思ったわけです。違うんですか。あんなビューティーな、え、でもすごいもう美しい大人っぽい方で、もし同じ名前使われて怒ってんなら言った方がいいよ。今見てるかもしれないから怒った方がいいよ、ちゃんと。ちょっとなるね、ありがとうございます。やったやった。どうしよう、このなる姉さん、なる姉さんって言ってるけどさ、年齢下だったらどうしよう。もしかしたらその可能性あるって思ってたんだよね。なる姉かもしれない。そう、なる姉かもしれない。なる姉の姉かもしれないね。しかもね、こんだけ喋っててすごい、うちらなる姉さんのファンなんですけど、うん、こんだけ喋ってていかにもお姉ちゃんですみたいな冒頭言っといて、この動画全然なる姉さんにまだね、まだまだ何も言ってないんで、何もお声掛けもしてないので、ただのファン、本当勝手になる姉さんの話してま す,、はい、てます。ということで、じゃあ念願の、はい、今日はなる姉のソーラン節やってみた企画です。私実はまだソーラン節見たことない。お、私はソーラン節から入門しました。なるねえの動画。おお、はい、なるねえって調べて一番上に出てきたのよ。おー、そうなんだ。だから多分一番推し動画というか有名動画なのではないかと思うんですけど、うんうん、すごい面白いダイエット動画を出してらっしゃる方で、うんうん、ソーラン節のあのね、どっこいしょーどっこいしょの曲に合わせて足パカをするっていう動画だこれ私、うん、まだ 2,3 回しかやったことないんだけど、うん、結構聞く。おお、で、ソーラン節といえば、私たちもソーラン節、あの、阿部屋さんに歌ってもらってさ、うんうん、動画にしてるじゃないですか、うん、私たちの、あの、ソーラン節を使って、なるねさんのエクササイズをやっていくという動画でございます。やったお姉ちゃん。もう緊急で動画回してるとか言ってるけど、もうめちゃくちゃ動ける格好してるからね、私の後ろ、絶対に負けられない戦いがそこにちょっとなるねマインドが入った。確かに。よし、それじゃあみんなで痩せていこう。うん、よし。
んマジで美人やん。ねえ。ちょっと見ちゃった。わあ。ということで一周終わりました。一周？なるねもね2回やってって言ってた。あそうなんだ。姉さんの言うことは絶対だな。姉さんの言うことは絶対。姉さんの言うことは絶対よ。うん、えちょっとやばいかも。今ので結構来てる。来てる。曲知ってる曲でやってるし、うん、こう一曲やっぱ聴いちゃうから音を。うんうんなんかあっちゅうまえめちゃくちゃあっちゅうまだった、ね、いけそういけそうじゃあじゃなんかえなんかポカポカしてきた、うん、いい感じに楽しいねちょっともう一回やろううんやばいやばいこれいい動画だ本当に、うん、はいということで今日は勝手になるねーの動画で空虫足パクダイエットやってみました。めちゃめちゃ勝手にやっちゃったけど、ね、お姉ちゃんぜひコラボしたい、ね、したいね、うん、教えてほしいね、うん、痩せ方ねみんなもぜひあのなるねーさんの動画とか見て一緒にダイエットしていこうそれではまた明日の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。今日もいつなぐ TV を見てくれてありがとう。チャンネル登録や高評価コメントもよろしくね。
Twitter や Instagram もやってるので、ぜひフォローしてね。それじゃあ次回までごきげんよう。